平巻貝きかは世界に広く分布する、淡水性の巻貝の位置か。一般に小型で殻は薄く、蓋を持たない。有廃類であるため、普通は時々水面に呼吸口を開いて、肺呼吸する。本校の分類階層は便宜上ワームスに従っているが、綱と浄化の間の分類には諸説あり、その部分には甲や目などの分類階級を用いない場合もある。 蚊を代表するプランオービス属をはじめ、羅漢が平たく巻くものが多いためにこの名がある。しかし、傘貝型や酒巻貝型のものもあり、淡水海類中で最も柄の形が多様なトガの一つで、トガを特徴づけているのは、施設の形態や生殖器の前立腺が複数の小サに分かれるといった体の形質である。 一般に小型で、数ミリメートルから10ミリメートル前後のものが多いが、太水平巻きのように直径が40ミリメートル近くなる大型種もある。有肺類の元眼類に属し、目は、無知状の触覚の基部にある。呼吸口を水面に出して、肺呼吸を行うほか、水中では、皮膚呼吸や、ニセイラによる呼吸も行う。肩全体が左巻きだが、 外見上右巻きのように見える種類がある。世界中の地上、湖、河川、水たまりその他の淡水域に多くの種が分布しており、熱帯魚の水槽にもよく見られる。人や物資の移動に伴って、世界中に移入されている種がある一方で、生息環境の悪化や消失のために絶滅が危惧されている種もある。また、 重血吸虫症のある地域では原因となる吸虫の中間宿主となることがあり、駆除の対象とされることもある。分類が非常に難しく、種や亜種の区別から属やトガの分け方に至るまで、時代や研究者によって異なることも多く、未だ混沌としている。学名、プランオービデーは、トガのタイプ属プランオービスオルビスに、国際動物命名規約でトガを表す設備時。 二台をつけたもの。太水平巻きの上面と、確定名前の通りラカがとぐろを巻くように平たく巻く、ものも多いが、別科である、酒巻き貝によく似た左巻きのどんぐり型のものや、川小皿リーベペクツニポニックスのように傘型の殻を持つ、ものも、少なくない。さらに、海産のカリバガサを左巻きにしたような形の、湖カリバガサポテレプレーノービスティジェンシスや、 小よりの切れ端のような川ねじがいキャンプとさらずテラブラ、ヒラセイなど変わった形のものもある。角質は一般に薄質で、半透明淡褐色のものが多いが、中型、大型種には、比較的丈夫な殻を持つものもある。体は左巻きで、ラト頭の高い種では普通の左巻きの貝殻を持つため、それがよくわかるが、平巻き型の種では、拡張が強くへこんで、 へそコのようになると同時に、本来のへそコが浅くなったり盛り上がったりして、あたかも右巻きの貝のように見えるものがある。このため古くは、右巻きと思われており、空口を右側に置いた、側面図で示されてきた。しかし、体が、左巻きと分かってからは、慣習通りから口を右側に拡張を仮面にして、図示される場合と、 殻口を左側に置き左巻きの貝として図示される場合とがある。蓋はない。前述の通り体は左巻きである。しかし平巻き型の種では一見右巻きのような殻を持ち、実際に右巻きの貝に見える姿勢をとって生活している。これにこうし、活動するときに下側になる。本来の上面は単色となり、上側になる。 本来の仮面は色素が沈着して濃色になっていることが多い。触角は一体で先細りになる長い無チ状を呈し、同じ平巻外状化の逆巻外下のそれによく似ており、三角形の触角を持つモノワラ外化とは異なっている。目は触角の基部の上皮下にある。死ゆ胴体で死ゆの生殖口は 体の左側に別々に開口し、優性生殖器に付属する、節後線は複数の房に分かれる。また、ジャイロルスなど一部の属では、優性生殖器内に細長い針状の刺激針を持つものがある。施設の中葉は左右対称で、一部の例外を除き中央には1、体の破線があり、時にその間に1個の小葉とがり、 もしくは両側に小さい破線を持つものもある。歯は多く、数十個を一列として200列ほどがあるため、施設全体では1万数千個の歯が並んで微細な、おろし金状になっている。ヘモグロビンを持ち、体色が淡いものやアルビノの個体では、軟体が赤く見える。空気呼吸用の肺を持つ、有肺類であるが、呼吸口近くには、多少なりとも、 体表の一部が伸びた部分があり、二次的なエラとして、水中での皮膚呼吸に役立っている。これは特に、インドヒラマキがヤのものでよく発達しており、ニセエラと呼ばれる。原則として淡水に生息するが、稀に気水でも見られることもある。河川や小川などの流水を好む種と、池や水田などの止水を好む種があり、両方に見られるものもある。ただし河川などでも、 岸近くで植物が茂って、流れが緩やか場所を好むものが多く、流れの早い渓流などに住むものは少ない。小さな水槽などでも、水草などに付着してきたものが繁殖することがある。主に水生植物の組織や、付着藻類、落ち葉などの植物以外、デトリタス、水面を覆う膜上の有機物その他を餌としており、原則として、 植物質を中心とした雑食性と考えられている。時折動物性のものを食べることがあっても積極的な肉食性はない。私有動態で他の個体と交尾して受精するが自家受精もする。卵は卵のに包まれた状態で水中のものの表面に産み付けられる。ここから殻を持った違いが直接生い出す直達発生で浮遊要請を持たないのは 他の淡水性気願類と同様である。しかし生害でも、しばしば水面の利面を張ったり、そのままぶら下がって水流に乗って移動することがある。寿命は、不明なものが多いが、小型の種では、数ヶ月、中型、大型の種では2から3年の寿命があると、推定されている。世界中の熱帯から寒帯まで広く分布する。垂直分布も広く。 標高0メートルから低山地帯2種類が多いが標高約3800メートルの地地下過去にもターフェウス属などが生息する大部分の種は水際から水深数メートルまでの浅い部分で生活するが深い湖では水深350メートルからの記録もある重血球中のライフサイクル中南米でマンソン重血球中の中間宿主となる バイオンファレリアグラブラタほとんどの種は小型で、食用などには適さず、殻も薄く壊れやすいため利用価値がなく、貝そのものと人間との目立った関係はない。しかし他の淡水貝類と同様に寄生虫の中間宿主となり、特にアフリカ、中東、中南米など、平巻貝科貝類が関与する、重血吸虫症の多い地域では、ビルハルツ重血吸虫やインターから集む、 充血球中の中間宿主となるビューリネス族やマンソン充血球中の中間宿主となるバイオンファレリア族の海類が媒介者として問題とされている。これらの充血球中のミラシジウムは海類の皮膚から侵入し、その体内でスポロシストからセルカリアまで成長すると水中に泳ぎ出る。この水に収縮種である人や その他の哺乳類が入ったり接したりすると、水中のセルカリアが、皮膚から体内に侵入し、収縮種の体内で成虫となり産卵する。中卵は、宿主の排泄物とともに外界に出て、ミラシジウムが孵化する。一方、種類によっては、飼育や観察が容易なことから、生物実験の材料として利用されることがある。 また中型、大型の平巻型の種は、ラムズホーン、もしくは単に、スネールなどの故障で、飼育水槽のタンクメートとして利用されることがある。しかし水槽管理者の意に反して繁殖する場合には、嫌われることが多く、これらの、スネール駆除のための商品も販売されている。近似種間の区別も難しいものが多いが、 族や族、赤などの上位の分類も安定しておらず、一般的な通説といえるものも十分には出来上がっていない。例として、ブッセラクロイが提示した赤、族の一覧とアルブレヒト他によってなされた系統解析の結果とを示す。ただし今後も分子系統解析の進展などにより、新たな分類案が提出される可能性がある。例1。 ブッセアンドラクロイによって示された赤及び、属の分類例に、アルブレヒト他による分類ただしい一般にア族とされる、ものは、ミキニューハブをもとに、ブシェアンド、ロクロアの分類を用いた、日本産のひらまき外科のリストは、以下の通り。ここに示されたもの以外にも、これらに外見が似た、外来種が移入されている、可能性があるとも言われるが、 推定の域を出ず実態は不明である。アメリカ平巻まありがとうございます。